Tap here for your language. 今回は寝たまま腕を動かすだけで背中にある脂肪を食べる細胞、褐色脂肪細胞を活性化させて早く痩せる方法を紹介します。きつい運動は苦手、体重を落としたい、姿勢良くしたい、肩甲骨剥がして肩こりや首こりを楽にしたい、そういった方は一緒にやっていきましょう。寝たままで肘を動かしましょう。後ろに肘を動かして肩甲骨を寄せていきます。楽な状態で動かしてください。マイペースでいいです。一回動かすだけでも動いてますから、一生懸命ね、何回もやらなくてもいいです。少しずついきましょう。楽で効果的なメニューを継続的に行うことで早く体は変わります。今度は手を回しましょう。楽な姿勢でいいです。肩少し痛い人はあんまり無理しないでください。意外とこの寝たまま背中を動かすっていうのが片方の肩甲骨を固定したままで動かしているので、立ったり座ったりして動かすよりも意外と上手に、ね、背中を使うことができてます。楽な姿勢でやりましょう。 OK、 で今度はね、上に下ろした下に下ろす。手を伸ばしたら戻しましょう。遠くに手を伸ばしたら戻しましょう。楽な格好でいいです。もし腕が疲れたらね、こんな感じで寝たままでもねいいですからね。楽な姿勢で動かしてください。肘を動かしていきましょう。肘を後ろに伸ばすようなイメージです。腕がだるくなったらね、休みながらでいいですよ。最後までいろんな動かし方をしましょう。今度は回します。ぐるっと回しましょう。楽で効果的なことがいいですよね。きついことはやっぱり続きませんからね。肩こりや首こりもね、良くなるんで、しかも背中を動かすことで代謝が上がってね、痩せやすくなりますんで、背中が冷たいよ、汗かきにくいよっていう人はね、このメニューを続けてください。
込んでうつ伏せです。肘ついてね、体を左右。肘を右左体重をね、動かしましょう。肩回り、背中回りがね、動いていきますんで。もし肩だるい人はね、手の位置変えたりしながらやってください。今度はね、寝たまま体を横に動かしましょう。寝たままです。体を左右に振るとね、少しずつ背中が明るくなっていると思いますので、ちゃんとできてるか分かんなくてもね、背中があったかければできてます。脂肪が燃える体質が作れてますよ。OK。 で、今度手を脇の下について上体をね、反らしましょう。これでキープです。もしね、位置がなんか辛いなと思ったら、手を少しね、前にして上体反らしましょう。もし腰に違和感感じたら、ちょっと体をね、揺らしてみて、腰の力を抜いてください。もし背中つらかったらね、たまに休みましょう。で、今度はね、楽にして体を振りましょう。これで全身の筋肉リセットできてます。痩せにくいよっていう人はね、やっぱり頑張りすぎてたり、このダイエットの取り組みにね、ストレスを感じたりするんで、筋肉がどうしてもこわばってしまいます。こうやってね、日々ね、体を揺らして筋肉の緊張をほどきましょう。今度上向きです。肘をついてね、止まっておきましょう。お腹を持ち上げて落としたりして、これでもね、こうやって体を揺らすと背中が寄った状態で体が動けてるんで、肩甲骨をね、使えてます。たまに上向いてね、首の前側も伸ばしてください。今度はね、膝を持って膝を向こうに伸ばす感じでね、背中を丸めましょう。手を組んで足を向こうに持っていくイメージ。たまに休んでいいです。ぐーっと背中を丸めたら戻す。
トップです。頑張って。腰が痛いよって人はね、無理に引っ張らなくてもいいです。軽く肘が伸びるだけでもいいです。腰全然痛くないよって人はしっかりね、遠くに持ってって座りましょう。座ったら肘を後ろに回します。背中肩甲骨ゴリゴリゴリっとねなるかもしれませんが、剥がれてきてる証拠ですからね。できるだけ後ろに引っ張って上から下に落とすイメージ。だいぶ体が温かいですよね。OK。 で、この手を後ろについて背中を丸めたら胸を張る。背中を丸めて背中を寄せる。肘をね内側に寄せるようなイメージ。グッと肘をね寄せる。慣れてきたら上向いてやってください。グーッと背中を寄せて、はい、OK です。背中がしっかり動いたよ、背中から汗かいたよ、あったかいよ背中がっていう人はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。毎日続けて経過はコメントでシェアしてください。たくさんの方が参考にして励みになります。コメント残してください。